どうもプロト京です。さっきねめぐみさんです、まあいろいろ見てそのフィッシャーズテラスパーマンスの動画にフィッシャーズがどうだどうだというコメントです。俺ねあんまウームが好きじゃない理由っていうのが一つあって、めぐみさんが面白くなくなってウームが来たっていうのはこれ実力なんで、まあね、まあまあその時代でも結構有名どころの YouTuber、 それも結構日本でも結構有名 YouTuber の人たちが集まったのがウームだ。で、創始者メンバーは、ジェット大好きさんでしょ、ジェット大好きさん、ヒカキンさん、めぐみ坂上さんに、PDS さんに、カズチャンネルさんに、瀬戸康史さんにって、いろいろいて、あと、ビューティー系 YouTuber、佐々木朝日さんとかいろいろいます。この人たちっていうのはすごい昔から YouTuber、特に佐々木朝日さんとかもめっちゃ昔からいい。でも、めぐみさん、ジェット大好きさんは10年前からなんで、まあ、レビュー系っていうのも始めた。まあ、すごい方ですよ。で、まあ、それに憧れて入ってきためぐみさ、坂上めぐみさんと。いろいろいます。でもね、俺、ウームっていうのは面白いところじゃないと思ってるんですよ。ウームっていうのはレビュー系で、本当にレビュー系ばっかり集まって、あの頃はいいなって思ったんですよ。まだはじめ社長入ってなかったっぽいもんな。うん。ウーム結成ってまあまあ、で、はじめ社長も入ってたかな。なんだけど、で、なんだろう、面白い人が入る場所じゃないの、ウームっていうの。俺が思ってたに、やっぱレビュー系を中心として、そのレビューのお仕事をもらうためにっていう会社だったと、俺は思ってたの。でも今へどうですか、フィッシャーズ、寿司ラーメン、リク、水溜りボンド、はじめ社長とか、いっぱいいますけど、まあこういうのっていうのは面白い系なんですけど、なんか、俺は、それを、面白くないんですよね、ウーム。ぶっちゃけ。綺麗すぎるんですよ。俺、ちょっと汚い方が好きなんですよね。うん。で、俺あんまウーム好きじゃないんですよね。まあ俺はウームが嫌いってわけじゃないんですよ。ウームのレビュー系に悪い人はいませんけど、確かにね、いないと思うんですよ。PDS さんだって。でもなんだろうな、創設メンバーはいい。だって創設メンバーって昔のことわかってるんですけど、なんか今人気になり始めたウームメンバーって俺あんま好きじゃないんですよね。俺もまあそんな、まあめぐみさん時代くらいしか見てないですけど、やっぱめぐみん TV さんが、まあ、やっぱ海外行ったってこともあって、やっぱ YouTube の。え、めぐみん海外行ったの？え、英語ばっかじゃん。つまんないってなった時に、やっぱウームが出た。っていうわけじゃないよ。まあ歴史から見たらちょっと違うんだけど、でも、やっぱそこでどんどん、めぐみんさんがうわーってファンが離れてったら、あれ？何ウーム？あれヒカキン？え？瀬戸康史？え？ジェット大輔？うわ！めっちゃすげえ目、見るじゃん。ウームですね。それがウーム。まあ、今やウームが一強っていうのはやっぱりウームに憧れ。なんでかってやっぱ強いよね。ヒカキンさんだの。ジェット大輔さん。ここら辺瀬戸康史さんとか。やっぱここのメンバーですね。やっぱウームネットワークですね。はい。これができたの。で、うわーそこ入りてーっていう YouTuber も何人かいた。でもなーきっついなーやばいな。え、あんなすごい人たちね、どうやってウームに入ればいいんだろうっていうので、で、まあ、ウームネットワークっていうのが。まあ、ウームネットワーク勢はもう2年前くらいの人たち。で、埼玉の1000人くらいから4年前とか。埼玉の1000人さんくらいですね。1000人さんくらいで。まあ、はじめ社長っていうね、悪魔が爆誕するわけですよ。でも、はじめ社長も、な、昔は面白くないって、やっぱ事務所入ったらつまんなくなるっていうのは、やっぱあると思うんですよ。なんでかって、営利目的にやってるから、それがなんだろうっていうのはダメだと思うんですよ。やっぱり営利目的にやるのが会社だから、やっぱりその過激にやってしまうとやはりね、うん。で、ウームって綺麗な YouTuber しかいないし、まず見てみればわかるでしょ。出会い系サイトないでしょ。パチンコの仕事やってないでしょとか、いろいろあの企業案件のでない、あの見比べてみたらわかるんですよ。ウームと他の YouTuber の違い。あ、まあ、ネクステとウームの違い、うん、バズとウームの違いだな。あんまウームの人で、あの、出会い系とかやってないんですよ。わかります？なんでかっていうと、やっぱりその、ウームっていうのは、その、ラッピングして、やってるっていうのが重要で。でも俺はトミックさんとかすごいと思う。そういうラッピングが嫌いなんだよね、とか。俺、それは一理あると思う。だってあれだよ。トミックさん昔あれだよ。あれだよ。ねあれだよ。のあれだよ。うん、ごめんね。かずき麦茶さんと一緒にやってたってくらいだけど、すごいね。それ昔はエロ本朗読してみたとかやってたり。でも今じゃ魚さばいてば、まあ、やっぱ、数も取れて、安全なネタってなったら、あれがウームの末路ですよ。ウーム怖えな。やっぱ俺だってさ、今さ、なんつうんだろう、変なネタばっか、クソ、しょうもないネタばっかやってんじゃん。
で、一日何十本も上げてるのは、まあ、それは俺が底辺 YouTuber だけど、底辺 YouTuber の利点っていうのは、犯罪以外何したって何も言われようがない。どんなに動画バンバン上げようとしたら、まあ、底辺だからねって言って、もう、多少見てくれるんだけど、これがひどいことに、有名 YouTuber になったら、それ、そのチャンネル登録してる数も多いんですよ。その、みんなが見てくれてるってことは、その一日何十本も出してくると、やっぱり、なんでそんな出すんですか？迷惑ですよっていうね、頭の悪いね。その、ちょっとね、頭がいってるやつのコメントが来ちゃうんですよ。これ大問題だ、大の冒険。なんですよ。大の冒険じゃない。ちょっとごめんね。っていうわけで。まあ、ウームのせいでっていうのもある。ネクストステージが勝てたかっていうと、勝ててないんですよ、全然。でも、ネクストステージ、まあ、フィッシャーズが伸びてきた。まあ、フィッシャーズは俺面白いと思わないさ。だって、フィッシャーズって思い出集団でしょ？思い出、そうなんだ。ネットパフォーマンスなの？でも俺、フィッシャーズの動画で見たいって思う動画がないんだよね。何一つ。オフィッシャーズな見たいって思うのがない。でも、水溜りボンドだったら見たいって思う。俺は水溜りボンドの方がいいと思う。でも俺も水溜りボンドあんま好きじゃないけど、でもやっぱ水溜りボンドは好き。でも、寿司ラーメン陸はあんまない。最近寿司ラーメン肉に飽きちゃったんだ。あいつはすげえすげえって言ったら、寿司ラーメンを軽く、はい、ほんって、なんだろう、あれね、寿司ラーメン肉がすごく、まあ、面白バトルみたいので、オラオラっていろんな YouTuber 倒してたら、それを簡単に越す二人が俺は見つかったの。いや、三人くらい。オラボーンっていう一人ね。思いっきりパンチ。で、一人は、はい、これで寿司ラーを倒しちゃうくらいの面白さなやつが出てきちゃったわけよ。わかる？そしたら、スシラーなんてチリになっちゃうわけよ。スシラー好きな人はごめんね。本当に。うん。飽きてきちゃった、スシラーメンリク。違うんだよな。スシラーメンリク俺が吸収したんで、面白さを。まあ、面白くはできてないんだけどね。でも吸収しちゃったんだよ。スシラーの面白いとこ全部ついばんでって全部見ちゃった。あーって感じになった。なんか、やっぱなんで昔の方がいいんだろうね。なんで昔の方がいいんだろう。やっぱ事務所に入るっていうのは利点がないんです。はい。で、ジェネシス1だってアウトローな事務所でさえあれですよ。事務所入んない方がいい。税理士とか雇えばいいんだしさ。ビットフライとか、ああいうところで、下請けみたいなね。下請けじゃないな。ああいうところで、広告もらえるわけだ。あんま良くないよね。で、今ね、ガキンチョが増えすぎたんだよ。俺みたいなさ。俺より上の高校、大学生未満の奴らがいっぱいなんだよ。でもやっぱ一番多いのは高校生未満で、中2未満。中3未満だな、俺含む。多分俺たちの方が多いんだよ。なんで中3があんま少ないかって、だって受験じゃん。やっぱ俺の年代から下が多い。俺の年代境に下が多いんですよね。でもなんか俺嫌いなんすよ、YouTube。だってさ、アイドルっぽい奴らが嫌いなの、YouTube は。Where Green TV は、俺も嬉しいよ、ファンがついて。ポイナガさんっていうファンとか、スライム信者さんとか嬉しいけど、なんつうんだろうな。俺も生放送したいんですけど、俺は好きなことやりたい。フィッシャーズが好きなことやってるかっていうと、そう見えない。ヒカルさんなんて好きなことやってるわけないでしょ。マックのナゲット100個食いたいですか？顔気持ち悪いな。すーごいな、これ。これ夢に出てくるくらい気持ち悪い。ダメだ。顔熱い。ほら、こっち受けたら顔甘くの、怒りの魔人。あれ？怒り。シュッ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 。メグウィン TV! あはは。なんだけど、まあ、俺が YouTube を嫌いな理由っていうか、まあ、テレビが嫌いになったわけじゃないんですよ。テレビで俺が見るの月曜から夜更かしくらいしか見ないですよ。あ、でも月曜から夜更かしも見ないですよ。たまに下ネタが入ってんだよ。俺テレビ見ないんすよね。最近全然見ないな。テレビつけたとしたら何見んだろうな。何も見ないな。あ。すごい、声
この顔。俺にしか作り出せない。てか YouTube がイケメンを見るところじゃないと思うんだよ。だから俺は PDR さんはいいと思う。イケメンとああいう過激系の中和、あれって重要なんだよ。過激系っていうのはマイナス方面に行きがきだよね。でもイケメンっていうのはやっぱ清楚系じゃん。そのギャップ、ギャップがいいってわけじゃないの。ギャップじゃない、中和してんだよ。過激系とイケメンが最強、最強。あ、でもだからはじめ、そうはじめ社長とも仲良かったんだけどね。多分近づくなって言われてますよ今ウームが。まあ忙しくなったし、だってさウームのせいでさ、昔見れたコラボが見れなくなったわけですよ。ウーム一強か一強かってさ、ウームが目覚ましテレビにチヤホヤされてとか、チヤホヤじゃないけど絡んじゃってさ、もうやりづらいね。昔が良かったって当然なんですよ。昔っていうのは仲間っていうのはみんな一匹狼だったんで、やっぱね一匹狼に近かった。その中で小さいグループもなんかあった。今のでいうネクストステージみたいな、トムヒックさんがなんか中心人物じゃないけどそんな感じがあったけど、そういうわけじゃないんだとな。今はなんかやっぱ変わっちまってよ。でもヘキショラハウスが毎日日本投稿嬉しいし、あと俺がその引退しますって言って動画毎日更新ビーケーっていうやつだったね。あれ低評価つける意味わかんなかった。あれ俺いいなって思った。だってさ、小学生とか中学生バカって言われたら怒るじゃん。ビーケーえぇぇ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 ぇって言われたらさ、もう怒んじゃん。この顔殺すとか言うさ、そのトンチンカンなね、あのコメントするじゃん。俺にも来たよお前、死ね黙れっていう。でもさ、それはあのっていうコメント来たの。でもさ、あのだったらミュートにすればよくないって思うわけ。わかる？黙れってみんな言いたい。もしアンチの方いたらミュートにしてください。死ねってコメントあったじゃないですか。死にませーん。これね、あのあなた神か神様かなんかですか。なんで死ねって言って死ななきゃいけないんですか。そういう義務はないんですよ。で、死ねっていうのも普通に立派な罪ですからね。死ねって言ってるのはダメですからね。本当にダメですからね。わかりますか？本当に。あの、そんなね、ネットは死ねって言っていい場所じゃないんですよ。考えてください。すごい、なんかもし街中でパフォーマンスしてるのと一緒なんですよ。動画じゃない、すごいことしてる。街中で考えてみます。じゃあ、俺がやってるのが街中のどっかでこうやってやってるとしてるじゃないですか。死ねっていう人いますか？いないでしょ？パフォーマンスしていきなり死ねっていう人いないでしょ。すごいパフォーマンスしてても黙れっていう人いないでしょ。でっうぜっって投げる人、まあたまにいるよ。まあこういう人はネットってさ、その言いやすすぎるじゃん、ね、自分のさ本性を出してもさ、その自分が誰だか分かんないんだから、そんなやり放題と思ってるでしょ。俺それネットの弱みって呼んでんの。強みという名の弱みなんだ。それはね、ネットに飲まれてる、と思うんですよ。それはネットって言えばもう好き放題にあいつうぜえ殺すなりなんだって言うんですよ。でも動画でなんで俺が言っていいかってわかりますか？動画ってリスクが伴うんです。動画俺の顔ですね、で持ち物、服、体型、喋るの声、そして年齢とか結構もう晒してるわけですよね。で考えてみてください。あのコメントするよりは多少リスクを持ってるんですよ。ラファエルさんみたいにね、こうやってね仮面してるわけじゃないんですよ。仮面してるわけじゃないんですよ。いや、仮面するか。まあ、仮面してるわけじゃないんですよ、俺もね。本当に。すごい。ほら、ここすごくね。狂気感じますか？まあ、こうやってるんじゃないですよね。熱い。9円。あの、柴田屋さん？いや、柴田屋。めぐりんTV、ああ。ドゥドゥドゥ。パッ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 。残像人間プロトキョー。ヒー。
気を確かに。まあ、なんウームが面白くないのかと。違うんですよ。面白い動画出したらチャンネル登録者伸びるわけじゃないですからね。わかりますか？ガキンチョ。俺含めたガキンチョ。チャンネル登録者増やしてから言ってみ、チャンネル登録っていうのは、100万人以上超えるの。お前ら見てみ？ 100 万人超えてる奴ら。最近のやつでいる？いねえんだな、それが。まあ、100万人超えてる人、ABEX とかも、結構こう、すごい。あの人はすごい、ABEX 様すごい。お前、上位層見てみ、全員ウームだぜ。これ絶対なんか絡んでるだろ。絶対、ああ。あの、妄想グルメとグーズハウスってめっちゃ昔からいるからね。で、はじめしゃちょつ、AKB もいる。まほどさんもいる。まほどさんも昔の時代の勝利者だから。カンアキも昔からいます。東海。で、東海オンエアっていうのは、まほどの腰巾着なんですよ。まほどの腰巾着って言われてたんですよ、昔。そうなんですよ。でもやっぱり今年数が整うごとに、やっぱ実力が伴ってきたと。やっぱ時間ですね。今、まほど2位がね、変わったんで、今、ジェネシスさんでは、チャンネル登録者。だけで言ったらトップなんですよ。昔のチャンネルはもうやらないって言うんですから、あのチャンネル数はもう、ない、ない、ないんですね、それが。で、まあ今、水溜りボンド、桐崎英治、おとじはにじゃしゃんは、イケボーっていうのを開拓した、赤髪のトモさん。この人どこに入ってんの？ウームじゃないよね、多分。この人はウームじゃない。あ、ワンオクロックね。ワンオクロックの CD を割った人といえば、ディン・ワキチさんです。トリプル A 条件さん。条件ですね。これ、AAA 条件。なんて読むんだろうね、条件さん。で、マックス村井さん。この人も、顔出し YouTuber で人気になった一人です。で、次世代 YouTuber。で、ポン、まあ、次世代じゃないですけどね。まあ、次世代じゃないですけど、まあ、3年前か2年前くらいからやってるヒカルさん。これ、めっちゃ新しいメンツですからね。が、130万人。で、なんだろう、新しめの人がっていう人で、新しい人で、まあ、禁断ボーイズさんとか。まあ、これはネクステっていう事務所を作ってからね。で、ドンって増えたの分かりますよ。それ以外いますか？ほんと今、あとはニコニコ勢ですよ。ニコニコから来た人、こっからは。ホラフキンさんは、うん。ニコニコ勢って俺は呼んでるんで、あとグッチの部屋とかかな。でもグッチの部屋も入ってるでしょ。で、パズドラ TV ね。で、マラシーさん。この人すごいね。ペイントチャンネルさん入ってんじゃないの？マラシーさんはピアノ。まあニコニコ発信なんで、ハニーワークスは違うでしょ。京一郎さんも違うでしょ。メーグウィン TV! あ、でもスカイピースはすごい。スカイピースさんって言えって言うんだろ？だけど、俺の方が YouTube 始めてんの先輩だからね。わかる？チャンネル開設日、このチャンネルじゃないけど、マイチャンネル2012年の10月21日くらいから始めてるんですよ。だから俺はスカイピースって、スカイピースのチャンネルだけスカイピースって言えるんすよ。すごくないですか？ブライアンって言えるんすよ、俺は。すごいでしょ。動画投稿してたかは別として。それ、クソなやつだな、本当に。まあ、ええわ。動画投稿だけで言ったら、俺は2016年の1月くらいから始めてるんですよ。俺、じゃあ、ゆなチャンネルより先輩です。ってことでね。あ、YouTube っていうのは時間があった猫店さん？いないね、あんまり。なんか、
パララ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 ラ